椅子足りないよっていう人いますか？そこマイクもうちょっと詰めて。うん、ありがとうありがとう。せーの、そちらー。在日20年以上になります韓国人のキマルンと申します。よろしくお願いします。イエーイ。私キマルン、韓国帰国いたしました。テーハミングサイ。もうね、着いた瞬間ハングルがお出迎え。元気してたか、飯はちゃんと食ってるかって超聞いてくるわけ。もうインチョン空港着いた瞬間テンションぶち上げ、もうみんなアニュアセをしてるし、っていう感じだったんですけれども、韓国ってもう隔離がなくなったのね。だからもう秒で家帰ってきたんだけど、家の前に新郎の郵便物置いてあって、日本だったら不在票とか置いて預かっておくじゃん。うちの国違うから、もう置き配置き配、誰も盗まないし誰も関心ないから、もう郵便物置いておくの。もうそれ見た瞬間が大韓民国落ち着く、うちの国だわーってなりましたね。で、今回日本で死ぬほどお土産を買ってきていて、もう日本に行きたい韓国人の友達に支援物資みたいにわーって配りまくったんだけど、韓国人に特に喜ばれた日本のお土産が太田遺産。みんな今日本のお菓子とか可愛いぬいぐるみとか想像されましたよね。全然太田遺産、太田遺産一番喜びますから、うちの国の人は。あとね、韓国1ヶ月ぶりに帰ってきたんだけど、もうなんかいろいろっていうのも、大統領が変わっていろいろコロナの規制が緩くなってきてんだよね。韓国ってもう超オープンになってきてんの。例えば外でマスク取ってもいいみたいな。もちろん韓国って感染対策しっかりしてる人の方が圧倒的に多いからマスクつけてる人多いんだけど、やっぱもう暑くなってきたからさ、ちらほらマスク取ってる人いっぱいいるんだよね。で、夜になるじゃん、そしたらもうみんな取ってんの。あと24時間営業が可能になったから、クラブとか朝までやってるし、なんかそういうの見てたら、あー前の日常戻ってきたなーっていう感じがしますね。どんどん今さ、規制緩和されてて、2年ぶりに韓国って大学の学校祭で K-POP アイドルたちを呼んでめちゃくちゃ大きいコンサートをするんだけど、今回それがもう実現してちらほらもう開催されてて、私も近くの大学でエスパが来るっていう風に聞きつけて、もう行くしかないじゃん。あとは日韓双方で隔離がなくなったり、観光ビザが使えるようになってきたりね。もう本当に韓国旅行行ける日が遠くなくなってきてるっていうのめちゃくちゃ最近実感していて、もう僕はもう早くみんなが韓国に来ていい思い出をたくさん作ってもらいたいし、もうそのお手伝いをしたい気持ちでいっぱいなんだ。もうみんなどうする？韓国来るイメージできてる？2年ぶりに推しとの再会でちゃんと泣かないで自分の気持ち伝える準備できてる？目の前でドラマ撮影していてパクソジュン様が現れた時心臓を落ち着かせる準備できてる？もうね、みんな今準備しとかないとマジで死ぬよ。韓国着いた瞬間、私ね、インチョン空港降り立った瞬間マジで大泣きしてますから。もうそのみんなが韓国来れるということで、それをモチベに今日も頑張っていこうね。みんなイエイエイモーモー。ね、ちょっとここにもカビゴン様いらっしゃるんだけど、韓国今ポケモンブームが起きていて、もともとポケモンって韓国人にめちゃくちゃ愛されてるんだけど、今回ポケモンパンブームが始まって、もういろんなブランドが今ポケモンとコラボしまくっていて、もう街中がポケモンのポスターなわけよ。でも人気すぎて最近韓国でポケモンのポップアップストアがオープンしたんだけど、私も行ってきたんだけど、もう人だかりで、もう人気すぎて整理券ないと入ることができないの。やばいもうみんなが思っている以上にポケモンって韓国で死ぬほど愛されてるのね。覚えておいて。だから今回日本でお土産選ぶときに、もうポケモン書いてるやつめちゃくちゃ買ってきたんだよね。ポケモン書いてあったら基本的に何でも喜ぶの、彼ら彼女って。ビニール袋にポケモンあったらそれだけで喜びますから、もう可愛いでしょ。と小学生てか、やっぱ久々韓国帰ってきたので、ここでちょっとモッパンを挟みたいと思います。じゃじゃーん、サムギョッサルピピンパでございます。母国の米、せーの、チャイモッケスミだー。てかみんな最近どう、しがみついて生きてる？もうね、私最近5月病ひどくて、ベッドから立ち上がれなくて、もうなんかすごくて、誰に遊びも誘われてないのに、もう構わない私にって一人でやってんだよね。で、今私なりに5月病と向き合いながら息してるんだけど、今日はなんだろうな、アーシが人生で一番落ち込んだ時の話をしながら、この5月病成仏していきたいと思う。平気？ついてきて。アーシ、人生で一番落ち込んだのが2、3年前好きな人から振られたの。今って別に好きな人から振られても、こんな素晴らしい私を捨てちゃう感じですか？今ならやり直しキャンペーンとかも実施中なんですけれども、捨てちゃう感じで大丈夫そうですかね？にって感じで、もう痛くも痒くもないわけね。でもその当時韓国住んでて韓国人の人に恋してたんだけど、本当にその人しか見えなくて、もう自分を捨てて全部その人に合わせてたのね。今では考えられないでしょ。したっけ、その人にある日長文で、もう連絡取るのやめましょうできたの。やばくね？
もうその当時は全部その人に時間合わせたり、話合わせたり、趣味も合わせたり、もう私っていう存在がいなかったの、その時。もう完全に自分のこと見失ってるから、もう自己肯定感爆下がり。もう振られた瞬間、私ってもうこれ以上ずっと人に愛されない人なんだみたいな思想に陥ったわけね。でもそっから、もう自分には何が足りないんだろうって、もう自分に足りないもの探し。例えば整形のカウンセリング行きまくったり、そんなことばっかしてたんだよね。で、そのタイミングで周りはみんな恋人でき始めていて、なんか友達とか遊び誘っても、俺今から彼女とロッテワールドって断られたり、韓国ってさ、公共の場でカップルめちゃくちゃイチャついてんじゃん。もうそれ見ただけで超焦るし、もう永遠に私満たされないみたいな感じがずっと続いてたのね。でも早く恋人を作って満たされたいがゆえに、相手に合わせすぎちゃって、結局私なんか都合のいい人みたいな感じになっちゃってたわけね。もう完全に自分が自分でなくなってたの。その後もう何人か会ってはいたんだけど、もう焦る気持ちで何もうまくいかなくて、完全に恋愛する目的が自分を満たすためになってたんだよね。そんな私を横で見てた友達がね、ある一言を言ってくれたんだけど、もうこの言葉にめっちゃ救われて、私めっちゃ変わったの、それで人生。今でもずっと待ち受けにしてるんだけど、絶対に埋めてくれる存在なんてないよって言ってくれたの。で、ちょっとこっからセミナーっぽくなっちゃうんだけど、ついてきて。恋人ができるから幸せなんかじゃない、誰かに頼って満たすのはもうやめようって。確かに周りはみんな恋愛してるし、結婚もしてるし、人と比較してしまう気持ちもわかるけど、ちょっと待てと、キバルン。うちらってみんな花で、咲くタイミングってそれぞれ違うし、美しさもそれぞれ違うわけ。人と比べて、私にはこれが不足してるからって考えてる暇があったら、私っていう花を咲かせるために、ありのままの自分を受け入れて、もっと自分のこと大切にした方がよくねっていう風に思想が変わったのね。で、もうそこから無理に人に合わせる恋愛をしなくなったから、ありのままの私を好きになってくれる人が現れて、もうめちゃくちゃ幸せな恋愛ができたのね。今は全然ソロで活動させていただいてるんですけど、前だったらさ、急げ急げ急げ、早く好きな人作れよ、ほら Tinder 早く作れって感じだったんだけど、今もう焦らなくなった。だってタイミング恋愛って。だからみんなも、なんか恋愛もそうなんだけど、仕事とか学校とか周りと比べて自分なんてって、自分の足りないものをひたすら探す時期って絶対来ると思うんだよね。でもそういう時に私から言いたいのは、無理にポジティブにならなくてもいいと思うし、もう簡単、ありのままの自分を受け入れてください。完璧なんて求めなくていいよ。60点でもまあいいやって。もう完全に自分見失った時は、まずはありのままの自分、私だったら常にハイテンションで、こうやって誰かと喋る時も早口になっちゃうしみたいな、こんな自分でもまずは受け入れてあげる。受け入れることが難しかったら私が言ってあげる。あなたは今でも十分素晴らしいし、頑張ってるから。あと私にとってはこれ見ている人めちゃくちゃ特別な存在なの。だからもうひたすら自分のことを大切にしてあげてください。自分のことを受け入れようとしているのに、周りからさ、自己肯定感下げられること言われる時とかあるじゃないですか。それこそ学校の友達とか仕事の上司とか親とかでもあるじゃん。あんね、もう自己肯定感下げられること言われるんだったら、もうその人から離れた方がいい。こいつなんか言ってる。でも流しちゃいな流しちゃいな。もう無理に気にする必要全くない。ありのままの自分を受け入れてくれる人だけ集まればいいですから。私の場合2、3人いればいいと思ってるからね。だから本当に21万人の人がこれ見て私のことを受け入れてるって仮定した時に、もう本当にたくさんの愛をもらいすぎて、今でも本当に心臓が落ち着かないんですけど、私も完璧な人じゃないんだよね。本当に不足してる部分めちゃくちゃあるし、だからこそ常に自己肯定感が高いってわけではないんだよね。こうやってね、過去の自分と向き合いながら自己肯定感上手に付き合ってるんだよね。5月病も同じで、うまく付き合っていこうかなって思っているんだ。てかさ、そもそも5月病のさ、病ってやめろ。こちとら病じゃねえんだって。自分と向き合うキャンペーンとか、6月もっと楽しくなるための練習期間みたいな感じでさ、ポジティブなワードに変えていこうよ。でもさ、そう簡単には変えられない世の中だから、うちらだけでもさ、5月病っていう言葉もうなくしていこう。やっぱ韓国の飯うめえわ。もうなんかさ、無理に幸せになろうっていう思想をやめて、こういう小さい喜び、飯うめえとか、なんかそういうのを一つ一つ発見して幸せを感じた方が人生死ぬほど楽しいよ。私にはできないって考えたら、いつまでもそのまま。私の幸せって私が決めるもんだからね。だから私も今5月病でベッドの上から離れたくないんだけど、こうやってね、うまく自分とバランス取り合いながら生きていこうと思っているから、みんなもそうやって生きていこう。みんなが韓国来れる日も近くなってきたからね。もうみんなと一緒に韓国巡るツアーとかもめちゃくちゃしたいから、それをモチベにみんなも頑張っていこう。今日も私偉いぞー。
はい、ということで今日も見てくださって本当にありがとうございました。今後もね、韓国現地から韓国情報をお届けしたり、こうやってセミナーとか開いていくから、ぜひぜひチャンネル登録と高評価、この2つお願いいたします。あとあとコメント本当に全部見てます。本当にありがとうございます。ぜひぜひ感想やリクエスト、韓国来てやりたいことみんなでシェアして、コメント欄祭り起こそう、私も参戦すっぞ。あとあと僕インスタグラムとツイッターやっております。こちら2つともフォローしてくれたあなたは来世血筋同じです。ということで皆様がありのままの自分を受け入れて、もっともっと素敵な花を咲かせられるように、私の方から幸をお届けさせていただきたいと思います。いきますよ、せーの、幸あれ。